に油が集まって。55歳主婦です、ね、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。手伝いです。私あの廃墟の YouTube 見るのが大好きで、あ、廃墟に入れるんだって大喜びに来たんですよ。そしたらもうあんまり廃墟っぽくなかった。もっと廃墟だったらよかったね。廃墟はすごい好きなんです。片付けるのが好きなんですか？片付けはね、そんなに好きじゃないです。廃墟を見るのが好き。あ、でもゴミがいっぱいになるじゃないですか。廃墟？廃墟って。そうそうそう。まあ、生活感があって、すごくゴミがあって。そう、それをちょっと開いて眺めるとかね。それはいいですね。そういうの。この人はどんな暮らししてたのかなんかね。はい、廃墟 YouTuber って大体みんなそんな感じじゃないですか。心霊スポットじゃないですか。そっちのじゃないです、私は。昼間入ってこういろいろ生活の後とか、はい、あとこう廃墟から漏れる光とかを、そういうなんかいい感じの雰囲気を写真撮ってますとか、そうか、そうそういう YouTube を見るのが好きです。なるほど、はい、自分でも撮ってらっしゃるんですか？そんなに撮らないですよ、はい、もう YouTube 見る専門です。結構ありますよね。ありますあります。最初はじゃあ少し撮影されたんですか？最初ね、ちょっとこのキッチンのところちょっと撮りますね。あの、室のあたり。あ、はいはい、はい、こちらですね。そうですね。それが完了次第、リノベーションの打ち合わせや日程を、日程はすでにもう2月の3日から7日と決まってますので、あのぜひ、皆さん参加していただけたら嬉しいです。はい、じゃあ何かありますでしょうか？大丈夫ですか？じゃあ今日一日本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。なかなか大変でしたね。大変でしたね。いや、まあ、でもこんな風にこう連続講座、連続してあの1個前は12月に空き家の分別をして、はい、で今掃除が終わったところなので、あ、そうか、あの、あとは空き家をリビルドするっていう会をやってイベントにつなげるっていう感じになっていく予定です。なるほど。はい。第2段階まで終わって、はい、今第2段まで終わりました。今度はいつやるんですか？今度は2月の3日から7日までの、1週間かけて、壁のペンキを塗ったり床を張ったり、あ、床ではない、壁のこういう穴が開いちゃったところを修復したりっていうことをやる予定です。それはまたみんなで、はい、またみんなで募集したり、はい、あの一般の方も来ていただけて行けるようにあのイベントとして開催する予定です。はい、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。はい、はい。